どんなに使命感が高かったとしても、それは親友、真の勇気ではなくて、万有、万行の万ですね、万有とも言うべきものであったと言わざるを得ないと思います。高村氏は亡くなった人を鞭打つためではないとした上で、後藤さんが3度にわたる日本政府の警告にもかかわらず、テロリストの支配地域に入ったことは万有だと述べました。また、個人で責任を取り得ないこともあると指摘し、たとえ報道関係者などであっても、支配地域への渡航は自粛した方が望ましいとの考えを示しました。